ディナモスタジアム A、ダイナモスタジアムは、ロシアモスクワにあるスタジアムである。1928年に完成。収容人数は36,540人。FC ディナモモスクワの本拠地として使用されていた。ディナモスタジアムは建築家のアルカジー・ラングマンと、レオニード・チェリコベルによって設計され、1928年に完成をした。 1980年のモスクワオリンピックではグループステージ、準々決勝、3位決定戦のサッカー競技会場として使用された。f c ディナモモスクワの伝説的 GK、レフ、野心のモニュメントは北側の入り口に設置されている。VIP 席は北と南の入り口の上に位置している。2007年6月、老朽化が進んだディナモスタジアムは解体され、 新たに近代的なスタジアムを建設することが発表された。2008年にスタジアムは80周年を迎え、2008年11月22日、ディナモスタジアムでの最後の試合が行われ、スタジアムは閉鎖された。後地には VTB アレーナが建設される予定である。このスタジアムをホームとして使っていた FC ディナモ、モスクワはアレーナ日向きに移動した。 ありがとうございます。